松島神社は日本橋七福神の一つ、大黒神を祀る神社です。松島神社の創立は定かではありませんが、鎌倉時代の元寇元年1321年以前と言われております。昔この辺り一帯は海であり、柴田家の祖先が下総の国から松の生い茂った島に移り住み、邸内に諸神を勘定し、前頭の鎮守神として松島稲荷大明神と唱えたと言われております。聖徳3年1713年には大名屋敷を造営するために周辺の海を埋め立て、日本各地から大工、左官、家具職人などが集まり住まいを構えたと言われております。町の中心に松島稲荷が鎮座しており、地名を松島村と称しました。地方から上京した住民が故郷の神様を合祀しお供えしていたため、御祭神が14柱と多くなっております。この地で有名な人形師が多かったこともあり、人形の町のお稲荷さん、鳥の神様が祀られていることから人形町のお鳥さんと称して尊崇する人々もあるそうです。松島神社の社号は大正5年1916年に松島稲荷大社から松島神社と改めたと言われております。明治7年1874年の鎮座地は旧松島町46番地と言われていますが、度重なる震災により遷宮をしています。大正12年1923年に社が焼失してからは旧松島町46番地に遷宮し、社が完成したのは大正13年1924年と言われております。昭和8年1933年都市計画法の実施に伴い柿原町4丁目に改称し、松島町はなくなってしまったそうです。14柱の神様、稲荷大明神、イザナギの神、イザナミの神、アマテラス大御神、北の大神、大きほいの神、ひこさりしの神、淡島の神、八幡の大神、猿田彦の神、琴平の大神、雨の日和しの神、大宮の目の大神、大国の主の神を祀る松島神社は、地形や人々の変化をこの地で感じながら心の拠り所となっていたことを感じさせる神社と言えるのではないでしょうか。日本橋七福神の一つ松島神社を訪れてみてはいかがでしょうか。